イスはい、チャンプルーです。まあ後ろのビルディング、まあこういう形で、1月20日に向けてのこう準備だと思うんですけど、大体のところあそこの1901とかもやっぱりこうみんなあのベニヤで貼られてますね。でまあ結構ね、一般の人たちっていうか、ああいう感じで食事をしたりしてますね。まあワシントン DC の様子なんですけど、こう大きい建物とかこういう感じでね、あの暴動に備えてだと思うんですけど、板が張られてるって感じですね。で道はこういう感じでトラックとかでブロックされてます。で兵隊さんとかフル装備の兵隊さんとかおまわりさんとか結構いました。まあこんな感じですかね、ワシントン DC の様子ですね。結構寒いですねそんな感じです。あ、まあね、今はこうキックスクーターって言うんですかこれ結構便利ですね。軽いしだいぶ慣れてきました。最初はちょっとブレーキとかバランスとか結構難しいなとかって思ったりしたんですが、割と便利ですね、これ軽くて。ということでチャンプルーでした。ワシントン DC からです。またやーさーい、ピュッ。